日月か水木早五5日目早五5日目だよみんな <laughs> お,はおはよう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 5日目だよみんな早くないあショールームウィーク行ってらっしゃいにしちゃった間違えた5日目5日目ね早くないみんな5日目だよ <laughs> みんな5日目だよ 知ってたちょっと伊藤さんはびっくりしてます <laughs> 5日目だよ5日目5日目ってことはあと6日目と7日目をしたら終了ってことえ今日さ配信夜するって言ってたもしかして <laughs> もしかして今日配信夜するって言ってたなんかそうやって言った気もしないこともないけどもしかして夜って言ってただったらごめん <laughs> だったらごめん あれ夜配信するって言ってたガチ <laughs> あれガチ言った記憶はないけど言ってそうと思った <laughs> めっちゃごめんねめっちゃごめんそれはめっちゃごめんごめんねあのね平日の生誕祭は結構ね押すんですよね時間がだからちょっと怖いなと思ってやっちゃいました やっちゃいましたごめんごめん確かに言ってそうだわ夜やるってちょっとねちゃんと覚えてなかった <laughs> ちゃんと正確に覚えてなかったわ何何めっちゃ嬉しい昨日 TikTok に出てきて気になってきました顔かわいすぎて待ってピンチかもみんなピンチみんなモザイクみんなモザイクみんなモザイクつけて <laughs> あのねーはいはい言い訳タイム 言い訳タイムピーえっとですねあれは SK48 非公式チャンネルというあの仕事前に撮ったものであのー、えっとですねものすごくメイクがですね完璧に行われていて、えー、ものすごく髪の毛もすごく可愛くしていただいてて <laughs> えっと今劇場公演前であの何もできていないというかむしろマイナス <laughs>。 な状態で初めてこうしてねあのすごく出来上がった伊藤美紀を見て可愛いって言ってショールームに遊びに来てくれるっていうすごい最高なルートで遊びに来てくれたんですけど <laughs> えーなんとドスピンそして髪の毛もあっリラシートは今日貼ってないです。 からそうですね逆にレアな姿を見ていただけたと思って思い思うようにします <laughs> 本当ですか優しい <laughs> スピンも可愛いですめっちゃ好きな子優しいです <laughs> ありがとうございます半魚団が好きなんですかお今日劇場行くだってミキも劇場行きます ミキも劇場行けますいっぱい食べる君が好き大きな一口ミキティはショールームはすっぴんというイメージありますけどいやでもねやっぱり何があるか分かんないじゃんこういうふうに何かで見てショールーム行ってみようっていう方もいると思うからできるだけミキねメイクしてやろうという気持ちはあるのよから結構あれなんよ結構言うんよ あのあれ今日メイクしてるからショールームするねってよ,よく言うじゃんミキそういうこと <laughs> そういうことないなんかこういうショールームウィークとかなんかのイベント中はすっぴん増えるけどそう普通の配信はね絶対メイクしてると思うミキ <laughs> できるだけあんますっぴん ピンでなんか人前に出たくないので <laughs> 今めっちゃがっつり出てるけどめっちゃがっつり出ちゃってるけどね出ちゃってるんだけどできるだけ出ない努力はしてるんだ実は <laughs> 実はねお今日行きますだって嬉しい今日行きますよホッコーおいしいおいしいじゃないお <laughs> いしいじゃないね多い多くて嬉しいですでも今日はあやさんの生誕祭なのでね みんなね盛大に楽しくお祝いしていきましょうぜひミキちゃんって呼んでください最近はねミキティアンって呼ばれることが多いんですけどミキちゃんも全部嬉しいですそうだからねショールームウィークはねすごいあれですあのー、ショールームウィークはなんだすっぴん増えますよねやっぱ朝配信も多いということで お今日公演お邪魔します本当に多いね今日ありがとうみんな公演前に見てくれてるってことかな昨日の前髪の真ん中分けよかったおありがとうそう昨日ねそうなのそうなの昨日ね <laughs> そうなの昨日ね前髪センター分けしてみた <laughs> 前髪をあえて上げたりとかわきたりしていいことは公演中に前髪が一切気にならないし前髪を直す時間もいらないから本当に助かるね <laughs> 本当に助かる2日連続で劇場だって住民じゃん可愛くてオタクしちゃいそう。 イエーイイイエ,ーイ <laughs> イエーイあそうなんかね前髪上げたりなんかああやってなんか前髪いじったりっていうかなんていうのなんかアレンジしたりするとねやっぱ珍しいからかねよく褒めてもらえることが多くて嬉しいな優しいなーって思いますね。 そういえばさ、めっちゃ昨日言うの忘れてたんだけどじゃあ本当はね昨日ね匂わせしたかったの今日の We a r e g r o i n g u p c 特に中盤らへん見てほしいなって実はの実はの実はね実はの実はなきゃいけない渚昨日ねあのー、真ん中でやらせていただいたんです実はしれっとねめっちゃしれっとみんな気づいたあの、アピールしなさすぎて多分しれっとやってしれっと終わっちゃったんだけど。 ミキタン呼びってリカちゃんだっけいやミクルが一番するかなミキタンってで次リカかないや同じぐらいかな <laughs> いや生誕祭の時のアンコール前のミキティアンコールはもう本当に笑っちゃったよね <laughs> いや地味にねあのポジ初じゃないんだそうそれにその 2回目なのも地味なの <laughs> 地味に2回目なのそうあ DMM くるみがたくさん映ってて気づかなかったんだ確かにそれはあるかも <laughs> しかもなんかあんま別にさポジション意識して見ないじゃん劇場って大体みんないつも一緒のところにおるからさ今日ポジションもしかしたら変わるかなとかそういう目で見ないじゃん かでなな選ばれたら誰がセンターなのかなちょっと私たちもわからないです <laughs> 渚は一応ダブルセンターっていう枠だけどミレイの隣ね多分ミレイはそのままじゃんミオとかかな多分ミオじゃないかなごめんめっちゃ適当ちょっとまだねわかんないんだ <laughs> <laughs> ってことねどういうことってことでよかったら見てください渚のイメージあの アナンがねやってたポジでやってるのでぜひそうだから歌い出しとかしちゃってます <laughs> イストテーブルがとか言っちゃってるなので皆さんクロコちゃんの生誕祭 DMM 見ましょう そうミキねククロロココちちゃゃんんんのことクロコちゃんって呼ぶんです <laughs> だからさいつもさ例えばだよ例えばみおたんとかでもそうだけどさ普段ミオタンとかさみおとか呼んでるのにせいー,ーさんになって急にニシイちゃんとか言うの変じゃん <laughs> 急になんか他人感すごいからいつも通り言わさせていただいたらなんかすごい笑い起きちゃって <laughs>、まあ、ゃあんまりやっぱクロコちゃんが浸透していないことにミキは悔しさを覚えたのでこれからたくさんクロコちゃんって呼んでいきたいと思います <laughs> あそう久しぶりにかき氷オーダーしなかったえっかミキかき氷オーダーしんかったけどオーダー届いたかな大丈夫かな <laughs> いつからだろうなくるみんくるこくるこちゃんの順番かな最初はミキもちゃんとくるみんだったよくるみんくるこくるこちゃん <laughs> の順番かなたまにくるちゃんとか言っても言うけど <laughs> あくるは消えたことないねあと森本系使ったことない名前でそうくるみんくるこくるこちゃんとかくる,くるとか <laughs> 基本くるくるくる固定であうんくるって呼ぶときもあるわ今全く違和感なかった 来るっていうのは大体固定でこれをくる子にしたりくる子ちゃんにしたりくるにしたり <laughs> くるは固定ですねベースでありますみんながくる子ちゃんにしてるのめっちゃ可愛くてめっちゃ笑っちゃった <laughs> みんな可愛いと思って「くる子ちゃんお誕生日おめでとう」ってみんなが言ってた可愛かったよ <laughs> 癒された ですキョッピーはキョッピーだからあちっちゃいやつあミキには必要ないと思ったので抜きましたキョッピー <laughs> あ伸ばし棒もいらないと思ってキョッピーはいでもキョッピーは割とみんな呼んでるよねこうやってミキが呼び始めもしかしてなんかねミオさんが気づいたんですけどうちの西さんがね なんか伊藤さんが呼び始めたニックネーム割と浸透してしまう説みたいな <laughs> 実はなんだけどねあまずみおたんそうでしょまずみおたんは伊藤さん伊藤さんが思いついた思いついだったから呼び発祥なんですけどすっごい浸透してんじゃんみおたんみおたんはえげつな神道だよねねミみおたんでしょ あと、ミレイも今、今はあんま呼んでないけど、ミレタン。ミレタンってね、最初多分ミキが呼んだんよね、多分。そう。多分ね、多分呼んでた。読んでた。わかんないよ。誰かに言われた。ミレタンもさ、ミキじゃねみたいな。言われた。あとね、多分ミクルも、多分。 同期内でみくるいやみくるって基本呼んでんだけどみよとりかはみきね同期のことをねちゃんときで呼ぶのが結構違和感があるタイプなのなん <laughs> でかわかんないけどねだから今全員呼び捨てかもりかでしょみくるでしょみよでしょかのんでしょみれいでしょそう今全員呼び捨てになったね もう呼び名ね変わりすぎ呼び名変わりすぎなんだよねリカは最初リカちゃんから始まってリカちともたまに言うしリカとも言うけどまた基本は最近リカかなミクルはちゃんとくるんミクルンでしょ最初えっミクルンは言ってないかも待って嘘かも嘘かも今変だった今変だったから多分ミクルンは呼んでないねなて呼んだんだ ミクンってことあ待ってミクルンって呼んでたもしかして待ってクくンってなんて呼んでたミキ待ってでもミクロン以外思いつかないけどミクルンにすごく違和感を感じるんだけどどうして <laughs> 知らないよねえどうしてどうしてどうしてめっちゃミクロンに違和感感じる みくるちゃんいやえ待ってるみ,みくるなんて呼んでた知ってる人いる <laughs> 待って待って待ってみくるなんて呼んでた待ってみくる行方不明かもちょっと一旦パスねみおはみおちゃんから多分始まったちゃんとみおちゃんみおたん悪いと早い段階でみおたなってねみおたんみおかなあみおちとも言うね みおちゃんも言うミオちゃん割とね言うんだ言うんだって言って <laughs> 論理学者みたいな喋り方しちゃった言うんだみ <laughs> おちゃん割と言うねみおはなんかみおちゃんって言うとなんか可愛いいなと思って響きなんか結構響きで決めるタイプなんよそう響きで決めるからみおちゃんともたまに言うね割とみおが最近多いかもいろんな名前で呼ぶのミレイはミレイやな最近ミレイちゃん ミレタンミレイかな最近はもう圧倒的ミレイですね <laughs> 圧倒的迷うことなくミレイですねカノンはカノンちゃんからカノン <laughs> シンプルめっちゃシンプルちゃんがなくなっただけカノンもカノンかなうん アナンはねアナンちゃんアナソアナンかなあアナソはあれですあのカタカナにするとソトンが似てるのでそっからアナソです <laughs> これ実は多分言ったことないよね多分言ったことないと思うそうカタカナ的にアナソですソ実はね ずきちゃんはね結構変わったよねえ最初みずきちゃんだったよね多分めっちゃ短いけど多分最初みずきちゃんだったみずきちゃんみーちゃんは言ってないもんなみずきちゃん石津さんいや石津多いぞみずきちゃんすごいすごい飛ぶんですけど石津さん石津ずきちゃん ズキ、まあズキちゃんは本当にミキの気分だったね。いろんな呼び方、うん。で結局ね石頭が定着しちゃったんだよね <laughs>。そうでもこれはちゃんと本人からミキが作った名前じゃないんです。ズキちゃんこんな名前が多いのにどれもミキが命名してなくて。 なんかね何て呼ばれてたって話を多分美とミキと3人でおる時に喋ってて学生の時とかね何で呼ばれてたってなった時にまさか石津が出てきてミキ石津が忘れられなくてその時そうすっごい破壊力じゃんあんなかわい人いてもろみーちゃんみたいなもろみーちゃん顔の人が石津って呼ばれてたんだよなんか強くない <laughs> それミキ衝撃を覚えちゃって えー待って石津めっちゃいいと思って即もらってそっから石津ですね。で石津なんですけどあのちょっと嫉妬深い伊藤先輩はあの石津が浸透しすぎて最初ごく一部だった石津呼びが、えー、ほぼ SK 全体に広がりあそう理由ずきちゃんに変更した理由はあの嫉妬なんですけど <laughs>。 知らなかったでしょ実は嫉妬なんですけど実はこう見えて嫉妬深いところがあ,れありまして自分知ってたあんま言ったことない方も知らないと思うんだけど実はね嫉妬深いところがありましてあの、みんなが石津石津言うからミキが最初に浴び始めたしみたいな <laughs> 感じで思ってそうもうすごいの S の全輩全員石津だったの一瞬ね ちょっとそう私のいすがみたいなそんな感じそでそっからずきちゃんに変更したら誰もずきちゃんって呼ばないからイエーイって感じ <laughs> だったそう知らなかったでしょみきがずきちゃんって呼んでる理由初めて言った恥ずかしい <laughs> しかも卒業してから言うっていう あワンリーナ、杉本里奈さんですね。杉本里奈さんは、えー、里奈ちゃんから始まり、あのー、即飛び切るワンリーナです。<laughs> あ、ワンリーナちゃんとも言うね。でも、ちょっと長いので、ワンリーナですね。<laughs> ワンリーナです。ワンリーナすごい気に入ってます、名前。あ、そのまんまです。あ、犬っぽいので <laughs>。犬っぽいので、ワンリーナです。そのまんま。あ、でも、 最初のあれはあれだ杉本ワンリーナから来てるそうフルネームだったの最初杉本ワンリーナだったんだけどやっぱどうしても長いっていうことでそのミドルネームをも取っちゃってワンリーナ <laughs> そうワンリーナちゃーん おはようございます昨日ごめんありがとうございましたこちらこそ来てくれてありがとねやっぱさミキ人の名前呼ぶ機会が多いのね多分最近気づいたなんかね最近思ったミキね人と会話をするときとか何でもそうこうやってショールームをするときでもそうなんだけどなんか人の名前を使いながら喋ること多いなと思って自分から多分みんなに伝わりやすいんだよ なんかみちさ、誰かと喋ってる時あんまり相手が人の名前出てきたことないのねでも相手の話をしてるわけじゃなくてなんでなんだろうねなんでかわかんないけどなんか相手の名前が出てくるんだよねすごいよくそうだから多分浸透しやすいのかなって最近気づいた <laughs> そう最近気づいたんです あオーダー新買ったって名古屋弁なんだええー、あみきがあのねずっと憧れてる名前があるんですけど昨日 MC でも喋ったんだけど高瀬美月って名前なんですよ高い普通に高い皇帝の高いに瀬戸内の瀬で美しいに月で高瀬美月なんですけどそう美月は割と喋ったね美月についてはあのー なんかみずきじゃなくてみつきだよみたいな感じに憧れがあるのわ <laughs> かるなんかだいたいさ美しい月でだいたいだよ本当とに大体いいみずきっていうことが多いじゃんこミキの経験あれねみつきさんに出会ってないのみき人生であのこうこういう風にねこうはあるけどこういう風には出会ったことないのわかるこういう風にはあこういう風には出会ったことあるけどこういうご対面ではあったことがないのねそうがっつり知り合いにはいないってこと 美月さんがだからなんかね美しい月だって大体美月で生きてきたのよでもそんな中でも美月じゃなくて「あっ美月です」みたいな感じに言うのにちょっと憧れがあってあと響きがいいよねみつきって素敵で美しい月でしょでもうすじゃん美しい月なんてだからまあそんな感じなんですけど高瀬はうーん 結構直感みたいなところもあってまず「高い」っていう字が入ってるちにちょっと高貴ですよねだからリッチなリッチな名字に聞こえますよね <laughs> であとなんか瀬戸内の「せ」がなんか、まあ、これも直感で好きなので「高瀬 <laughs>」っていうすごい現実的な名前です高瀬美月さんお願いします是非覚えて帰ってください 待ってモリクルは初めて聞いたかもなんかの会社名みたいサックはサクって呼んでますサクかサクさん <laughs> なんかねサクに関してはねさんをつけたくなるな距離感じゃなくて逆だよねなんかもうなんかねサクさんって言いたくなるサクさんなんかなんなんなんだろうねあの子 さ,くさん、ちょっといいですかみたいな感じ <laughs> そうになるから「サクさん」って言いたくなるあきキョピちゃんたまに言うかなけど大体キョピかなキョピコキョピコは多分言ったことないはず多分。 コメントが。 あーでも確かにタンはつけがちかもタンって素敵なんだよ何でもかわいくなるから <laughs> 誰か名前、まあ、呼んでみタンつけてめっちゃかわいくなるからあ沢田かのんのことを「さん」って呼ぼうとしたんですけどあのもうかのんが頭の中で焼き付きすぎて。 もうちょっと難しくなってきた <laughs> えみきねエゴさんの石津さん指がすっごい大好きで <laughs> そうもう世の中みんな石津になってきたのにそんな中でも初期の石津さんを使ってくれるエゴさんが好きすぎてめっちゃエゴさんの石津さん指好きだった。 アミキティアンは西井さん発祥です <laughs> ジェラッタおもろい <laughs> そうジェラッタんですそうジェラッタんですジェラッタおもろいなうん初見さんも遊びに来てくれてありがとうございますはじめまして あっヨコニャンさんはヨコニャンさんですねえミ、ー、キねゆうねちゃんのことハラウネちゃんって呼びたいんだよねほんとはけどねすごくタイミングを逃しているハラウネちゃんって呼びたい <laughs> よくないハラウネちゃん湯だけ飛ばす 原うねちゃんえ同期がリアンって呼んだことはありません <laughs> 本気で呼んだことありませんふふけてリアンとかはあるけど本気で会話のふふふ 最中にリアンはないです <laughs> 昨日の公演とどもよかったお嬉しいえ、一のせい待って一のせいかもあでもはいはいはい思、はい出しいましたみきが高瀬にした理由もう一個あったあのね赤さ棚の棚が良かったの やっぱり伊藤ととしててて生きてきてとにかくい順が早いんですねだから何でも最初にされるのそうそれがまあいい時もあれば悪い時もあってちょっとたまには真ん中ら辺で後ろから来ても急にね急になんかあるじゃんじゃあ今日後ろからやってみようとかなっても何も怯えない動揺もしない何の影響もないあの棚ぐらいの人にすごいずっと憧れがあったからあのー、高瀬さん <laughs> です。 そう一ノ瀬もういいんだけどねめっちゃいいんだけどあのい,いなんですよね <laughs> むしろ今より速くなっちゃうんですよねあサクさんじゃないよサクさんね <laughs> サクさんじゃないよサク,サクさんね作さんいやわかるサクさんはマイペースなお嬢さんって感じわかるわかる お嬢様か。は懐かしい酢酸 c、OO、h 3 o o うん CH3COOH きっと十二期ちゃんが入ったらまた勝手に名前を付けてるんだろうなと思います。 わかる担々麺って最強に可愛い名前だと思うよミキ。 ラ、ね、ちゃんはあれ距離を感じるから名字にちゃんづけはだから嫌だ <laughs> そうあ行の人ならではの悩みなんですねこれは。 たまに出席番号を真ん中からスタートさせる変わり種の先生いた <laughs> 許さん真ん中からは許さんぞ真ん中だけはもうスルーしてくれ <laughs> あー高畑充希さんいいね完璧かも <laughs> そう K2 ってあ行めっちゃ多いんだよねではめっちゃ急なんですけど11時を過ぎていたので今日の配信はここまでにしようかなと思いますはい明日はちゃんと夜配信するので皆さん夜集合でお願いします 今日も劇場行きます今日も劇場で待ってます。<laughs> ということでえー、っと急なんですけど終わりたいと思います。また明日じゃないねまずは劇場でお会いしましょう。今日は時間がない公演あやさんの生誕祭ということで。バイビー。またねー。明日もショールームするよー。明日は夜です。 バイビーまたねー。